どうもこんにちは、最近ですね車を買い替えました、ボクシーからボクシーに、ね、変わったんですけども、ちょっとだけね年式が新しくなったかなという感じです。でついでにねこちらを買いました。こちらがですね DCT-WR100D というものなんですけども、これ何に使うものかっていうと、Wi-Fi です。車載用の Wi-Fi を使えるようにするための機械なんですけども、これをね購入しました。これを購入した一番の理由はですね、家族で外出するとき、うちは子供が3人いまして、女の子女の子男の子なんですよ。で、車で遠出するときなんかに、例えばね DVD 借りたりとか、映画をね例えば Amazon プライムでダウンロードして持って行ったりとかするんですけども、いかんせんね性別も違うし年代も違うんで趣味が合わないと。で趣味が合わないんで、まあ、最悪ですね僕のスマホとかで YouTube を見せたりとかっていうことをしてたんですけども、これがあることによってですね、車内に Wi-Fi 環境が整うので、例えばねそれぞれスマホだったり、スイッチとか持ってたりしても、それぞれが全然別のことをして楽しむことができるというものになっております。でこれですね使い方としてはね超簡単なんですよ。この中にはおそらくね SIM みたいなものが最初から入ってるんだと思います。でもう本当にねシガーソケット差し込むだけです。シガーソケット差し込んでちょっとエンジンつけますね。エンジンをつけるとですねこんな感じで色が変わっていきまして、今これ青になりました。青になった状態でこれで Wi-Fi が通ってる環境になります。 Wi-Fi の接続先をこれに指定してパスワードを入れることでネットができるようになります。今も島行けた？もうグライダーで降りたってこと？うん、まあ、そこまで行けたってことは間違いなくネット環境はつながっとって、でこの車の中には、まあ、スマホを自分らは持っとるじゃん、親は持っとるんだけどこうスイッチとつないだりはしてないから、ネット環境はそもそもない状態なんだけど、まあ、このカロッツィリアの Wi-Fi の機器があれば、まあ、こんな感じでスイッチができると、まあ、スイッチもできるんだけど5台まで接続できるけ、まあ、例えばスイッチ2台とか、それプラススマホ3台とかっていうのができるってのはいいかなと思う。やっぱ車の中でこう遠出するとなると一番困るのがあれじゃん、子供が暇っていう、うん、なんか映画とか見せようにもねなんかみんな趣味が合わんとか、まあ、あと飽きてしまうとかね。多分今の子っておそらく家でも YouTube とか見たりするじゃん。それね、多分一番間が持つのは、まあ、YouTube なんかかなと思う。YouTube なんかだと思うけど、スマホとかだと制限があるじゃん。何ギガまでしか使えませんよとか。まあ、その点これはね、無制限ない。無制限で、速度制限とかもなかったはず。まあいいよね。ただまあネックとしてはそのこうやってエンジンつけて動いてないとダメっていうのがあって、あの停車すると停車したところから60分後になんか Wi-Fi 切れるらしいんよ。あのエンジンつけっぱなしでも。でまあそこがまあネックなんだけど、かといって1時間エンジンつけっぱなしにしとくかっていうと多分それないよね。まあ、実験はしてみようと思うけど、1時間こうエンジンつけっぱであの駐車場にいますっていうシチュエーションがそもそも考えづらいかなって。あまりないかもね。うん。できてるかな。やばい、やられる。あ、やられた。なんか2人おるんやけど。なんかチューミングしてるやつがおる。いやーけどなんかなんかでもお互い君今一人だったんだよ。うん、1対2になったってことか。うん、まあそれはつらい。まあ最初から一人だったでしょうがないよね。それはうん、もう一回やろう。
今ですね、時間は4時23分で、今ここにね Wi-Fi のマークがあるの分かるでしょうか。はい、今これでですね YouTube 表示されております。まあ、こんな感じでですね、まずエンジンをつけて、それから30分間は、停車中でも Wi-Fi が通ってますので、まあでもこれあんまり使うことないのかな。例えば僕車中泊とかもしたりしますけど、車中泊ではちょっとねアイドリングストップっていうんですかね、エンジンつけたまま停車するっていうのはご法度なんで、まあしないんですけども、まあ一番ですねこの車載用 Wi-Fi、進化を発揮するのはやっぱり運転してる最中かなと思います。移動中ですよね。移動中に、こうやって YouTube が見れたりとか、スイッチができたりするっていうのはいいなっていうのと、あとね、じゃあまあこれじゃなくても例えばモバイルルーターとかそういったものを持ってればいいじゃんっていう話にもなるかもしれないんですが、どうしてもね月額費用っていうのがね結構かかりますよね。まあ言ってしまえば使わない月もあったりすると思います。特に今なんてのはねコロナ禍だったりとかするので、そういえば一月ぐらい外出してないなとかっていうこともねあったりすると思います。でそういう時にですね、そのモバイルルーターをずっと契約したまんまにしとくっていうのは結構もったいないですよね。でこれはですねネット上で支払いをするようになるんですが、1年分を一気に払うとか一月だけを払うとか、それこそね1日だけを払うってこともできます。今のところ僕はですねこれを月々払うような感じにしてます。まあ使わない月もあったりしますもんね。年間払ったは当然お得にはなってるんですが、そんな感じで僕はね使っていきたいなと思ってます。さあ今4時49分になります。停車した状態だと確か30分後に、Wi-Fi が切れるというような説明があったような気がしますので、今ちょっと実験してますが、そろそろ Wi-Fi が切れる時間のはずですですね。なんかこう見返すとね、これぐらいの時はねコロナとかなかったですからね、こうやってなんかみんなでこう火を囲んでとか、同じテントの中にね10人ぐらい入ってとかってこともできましたけどね、今はできないもんな。ということで、これ見て分かる通りですね、これ Wi-Fi、 この Wi-Fi は、これです。これで繋いでるんですけども、まあ、この時間になってもですね普通に Wi-Fi 生きてます。まあ、ということでですね、一応エンジンをかける、これで Wi-Fi をつなげる、停車した状態で、まあ、説明の通りですね全く問題なく使えるということが分かりました。今ですね時間が3時19分ぐらいです。車を止めたのがですねだいたい3分前ぐらいなんですが、説明書通りであればですねここから1時間、この車の中っていうのは Wi-Fi 環境が通ってるはずです。なのでちょっとその辺がねちゃんとできるかどうかっていうのを実験したいなと思います。動画的にずっと最初から最後まで飲んでるだけになりそうな気がするんですけど多分ね間違いないと思います。止まりましたかね。今ね4時15分です。4時15分になってちょうどやっぱり1時間ですかね、1時間経って、こんな感じでですね、Wi-Fi が切れました。で僕のスマホもですね Wi-Fi のマークが切れてます。バッチリ1時間持ちますね。これはさあここまでですね車載用 Wi-Fi 見てきましたが、ちょっとねこれに関して気になることが出てくると思います。あれに使えるのか、ポータブル電源に使えるのかどうかっていうのはね結構気になった方がいるんじゃないかなと思います。かくいう僕もですねすごく気になる。まだ試したことはないんですが、まあ、これで使えればねかなりまた使い勝手も違うのかなと思いまして、ちょっとね実験してみたいなと思います。ポータブル電源のね電源を入れます。どうだろう、赤か。
らしてみたりしたらどうかな。お、揺らしたりすると青に変わる。そんなことある？え、どういうこと？あの、正直使えないという結果になると思ってたんですが、使えるのかなこれ。え？ちょっと YouTube 見てみますよ。マジか、使えるのかこれ。あ、使えるわ。どういうこと？使えるのか。今時間がですね、2時42分、2時42分で、まあ、3時10分ぐらいまで、30分ぐらい、ちょっと様子を見てみましょうか。さあ今時間はですね3時8分、そろそろ、この Wi-Fi が切れる頃だと思います。まさかね、使えると思わなかったんでちょっとびっくりしましたけどね。まあ問題はね、30分経ってからですよね。30分経ってからもう一回ね、これをつけてみたいなと思うんですよ。だけど一応説明書きみたいなところにはですね、エンジン始動後に停車したまま30分が経過した後は再度エンジンを始動しても Wi-Fi 機能はオンになりません、走行を開始すると Wi-Fi 機能がオンになりますとあるらしいんですよね。なのでこれがね、30分経って使えなくなりましたと。あ、使えなくなったかな。うん、使えなくなりました。こんな感じでね、 Wi-Fi のマークも切れてます。で一回ちょっと抜きますよ。抜いて電源が切れました。もう一回挿します。もう一回刺して、今探してる状態なのかな。これは赤になりました。赤になってまたちょっと揺らしてみよう。揺らしてみました。ん？ああ、やっぱ緑になりますね。さすがに連続での使用は無理ということでしょう、きっと。ということは、まあ、これ一応ね、30分は使えるのは分かりました。30分使えるんだけど、その後は、これを挿して実際に車で走ってですね、 Wi-Fi をオンにできる状態にして、それからまた、これに挿し直す必要があるのかなと思います。ちょっとねそれも試してみましょう。運転中はですね、こんな感じで青いランプがちゃんと点灯してます。はい、それではですね、ちょっと運転しまして、一応ねこれはリセットされたと思いますので、また再度ね試してみましょう。電源を入れます。赤になりました。赤になったんだけど、さっきはこれでつけましたからね。どうだ。ついた。もしかするとですけど、こっち側でなんか認識してるっていうよりかは、こっち側になんかこの揺れを検知するようなものがあって、それで判断してるのかな。まあただね、この使い方に関してはこのポータブル電源で使うっていうことはね、おそらく想定されてないと思います。
なのでまあ自己責任というかですね、参考までに見ていただければなと思います。ちなみにこちらはですね、進行方向に対して平行に取り付けてくださいと説明書きには確かあったんですが、実際に使ってるときはね、進行方向はこっちでもあんまり関係ないんですよ。普通に使えるので、何なんだろう、ちょっと謎ですが、まあ、とりあえずこのポータブル電源の実験では、30分間は使えるということが分かりました。ということで今回はカロッツェリアの車載用 Wi-Fi、 こちらをご紹介してみました。まあ、途中でもですねお話ししたんですが、この車載用の Wi-Fi がですね一番進化を発揮するのは運転中だと思います。遠出するとですね、どうしても車の中って暇になってしまうことが多いので、そういう時にですね一番役立つものだと感じます。まあ、今後ですねこのコロナ禍が落ち着いたら家族でいろんなところに行ってみたいなということも考えてますので、今後ですねこれにはどんどん活躍してもらおうと思ってます。それでは